はい、よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたら、グッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。これまでにもいろいろ紹介してきました、こうなんとか院ですね、五条院ですとか、古墳院ですとか、そういった院に関してまた新しいいろんな院が出ている、記事が3つ出ていましたので、合わせて紹介していきたいと思います。まず山形新聞からです。バス院長をお供に旅しよう、庄内交通、明日から無料で限定配布とありますね、記事ができます。庄内交通は11日から実証運行事業、路線バスで旅をしようを展開し、バス院長を数量限定で無料配布する。自社巡りで人気ある御朱印のように、特定の路線バスを利用した際にスタンプをして楽しんでもらう。参加者にはアンケートに答えてもらい、商品化の可能性を探る。路線バス利用と誘客促進の効果を検証することが目的で、観光庁の既存観光拠点の再生高付加価値化推進事業に採用され始めて取り組む。対象はこんな感じでありまして、で1路線あたり3種類のスタンプを用意。これら辺ですかね。で、串引き、朝日両地域の特産品、クラゲ、羽黒山五重の塔など路線にちなんでデザインとした。これがクラゲでしょうね。これは山だと思うんですが、五重の塔というのはちょっとどれなんでしょうかね。バス院長は同市の S モールバスターミナルで配布。開くと1メートルの、長さがあり、各路線図とバス停を模したおしんスペースが記されている。対象路線バスを利用して運賃を払った後、ドア側の一番前の席に置いてあるスタンプをバス院長に押し降車してもらう。バス院長と同時にアンケート用紙を配り、事業の評価、バス院長を購入する場合の希望価格などを尋ねる。同社によると新型コロナウイルスから前に比べ、路線バスの利用者数は全体で8割から9割に減少し、このうち観光地を巡る路線は6割ほどに落ち込んでいる。高橋博司常務は、地域住民や高速バスの利用の県外客らにバス院長を使ってもらい、お出かけのきっかけにしてほしいと話している。実施期間は31日まで、バス院長は1人1冊でなくなり次第終了となる。事業の問い合わせは同社鶴岡営業所までとなっています。こんな感じですね。ずっとこう開くと長くなるんでしょうね。なかなかそういう感じの見栄えがするかもしれません。はい。では続きましてこちらですね。上毛新聞からです。小田原攻めの拠点、孫卸の、これは薄い峠城を PR、五条院を西を15日発売とありますね。こんな感じです。前田利家なんだそうです。はい。では記事を読んでいきます。豊臣秀吉の小田原攻めに際して築かれた碓井峠城について関心を持ってもらおうと、群馬県の安中市観光機構は15日、城の御城印を販売する。豊臣側の中心的な武将、前田利家が描かれたイラスト版と、豊臣、前田、真田、上杉の家紋をあしらった通常版の2種類を扱う。各地で御城印などを制作する群馬御城印プロジェクトが企画。イラスト版の絵は、ゲームの表紙などを手掛けている諏訪原博之さんの作品で、槍を手にした勇壮な利家の姿が描かれている。イラスト版通常版とともに天下統一への史上、北条記念と描かれている。こんな感じですか。これですね、天下統一への史上碓井峠城とありまして、北条記念、豊臣軍、北国勢大将、前田利家と、こんな感じになっているわけですね。はい。で、これですね。はい。で、城は2017年に発見された。そういうことなんですね。ということは、何か伝説というか、そう言い伝えで城があるよということだけは伝わっていたのを、おそらく2017年に発掘されたということなんでしょうか。緊急的に築かれた陣次郎と見られ、利家、上杉海勝、真田正幸の北国勢が松井田城を攻めた際、食料の供給や槍に使った可能性が高いと考えられている。吉田代表は、真田信繁の初陣が松井田城を攻略だったという説もある。歴史に興味を持ってもらうきっかけにしたいと話している。イラスト版は550円、通常版が330円で、同機構で購入できる。問い合わせは同機構までとなってます。なかなかかっこいいものですね。はい。では最後はこちら、福島民報からです。阿武隈道で、これは五入道院領府でしょうか。福島田村とありますね。記事にできます。福島県田村市滝根町の観光鍾乳洞、阿武隈道が五入道院の領府を始めた。先ほどの大きさで中央に鍾乳石をイメージした印をあしらっている。1枚300円税込み、阿武隈道の売店で扱っている。阿武隈道管理事務所総務企画課の青木奈々さんは、楽しい旅の思い出に1枚いかがでしょうと PR している。こんな感じですね。これが鍾乳洞ということなんでしょう。これは何の印なんでしょうか。これは鍾乳洞、これを鍾乳洞としたイメージ。これが鍾乳洞のデザインで、これは印ということなんですね。なるほどという感じですか。はい。まあ、こんな感じですね。はい。まあ、こんな感じで、まあ、いろいろな全国各地で円が、なんとか円というのが増えてきますので、集めて、まあ、コレクターの方は頑張ってほしいんですが、ただ、その作っただけというのではちょっとなという感じ。まあ、こちらの最初のバス委員長も言いました通り、継続的なこうイベントをやっていかないと、作っただけで終わってしまっては、なんかこう、もったいないというか、先細りというか、尻ぶっそもりというか、そういう感じになってしまう可能性がありますね。まあ、横断的なこうイベントですとか、まあ、他の例えばこれだったらバス路線などとこう提携して、何がしかのこうイベントなどを考えてみないと難しいのかもしれません。はい、では今回のこの3つの記事ですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はクリックして読んでいただいて、こちらの印ですとか、こちらの、スタンプですか、集めに行ってみてはいかがでしょうか。今後もこうした形で聴取などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。